に悪いよ。皆さんのお芝居に並んでるのが、はい、夏のブラックコレクションに並ぶ新作のモノトーンのアイテム2つなんですけど、はい、一押しのコーディネートを組んでいただけますでしょうか。いいかな。いいと思う。ノリいい。さすがです。よいしょ。皆さんお着替え終わりましたか。はい。じゃあ登場お願いします。最初のコーディネートは小沢さん。はい、お願いします。可愛い。新鮮。新鮮。ブラックはよく私服でも着るんですけど、ちょっとこういうスカート、履いたことなくて、しかもそのスカート見た目よりも全然軽いというか、そう、分量があるのにすごい軽くて、よく見るとちゃんと透け感が、確かに、黒だけど異素材と異素材の組み合わせで単調になりすぎない感じ。なんかベルトもすごい効いてるね、やっぱベルト効き使えるかなと思ってます、ちょっと真っ黒抵抗ある方は上白でも大人気のニットトップス、はい、ね、白と黒はね再入荷もするんで、今ちょっとお店いなくてもまたすぐ発売します。ちょうど二の腕やっぱいいね。フレンチスリーブが、そうなんですよ、ここのね、角度がいいですよね。それもニット素材なのにすごいサラサラの着心地で全然熱くないですよね。そうなんですよ、全然なんかまとわりつかない、サラッとした生地なのですごく着やすいです。いや、これはもう今大人気で、この素材違いがもう発売して、そうですね、セットなんですお手持ちのものでもね、もちろん買うんですけれども、もう本当に一発で決まっちゃう。可愛い。ポケットありません。はい、これポケット全体重要で、すごい。表面感もね、すごい。そう、ポコポコのシリーズ、はい、すごい可愛いですこれ。髪もなりにくそう。確かに。あとすごい軽いです。色違いがまたね、絶妙に柄をね、乗せてるやつなんですけど、柄でポコポコめっちゃ可愛い。普段使いからちょっとしたやっぱりそういうお出かけ系、お出かけシーンでもこんなまま行ったらおしゃれです。寒かったりしたらカーディガンとかパッと変わるだけで、本当に軽いです。ありがとうございます。お次、原ちゃん。はい、お願いします。オーダーなのにめっちゃ綺麗ね。可愛い。定番アイテムを私はコーディネートしたんですけど、なんかボーダーってもう見ろよ、絶対お店に置いてある定番商品なんですけど、それをなんか今年すごい着やすい素材で作っていて、伸び感とかもすごいあるんですよ。なのであえてちょっとコンパクトシルエットでパンツを際立たせるようなスタイリングにしました、あのパンツすごい、あの綺麗、形がタックからセンタープレス続いてるので、すごい足が長く見える、またまたリネンコンの素材なので、ハンサムな綺麗なパンツと思いきや、夏仕様の、そうなんですよ、リネン素材っていうのがめっちゃいい。つるっとしてるかっこよさっていうよりは、表面感がある感じで、カジュアルダウンした感じで着れる。ボーダーになんかゴールドのアクセサリーとかで合わせるのも、アクセサリー全部ゴールドで統一してみました。なんかミラオエンのアクセサリーってすごいこのゴールドの色味にこだわっていて、なんかビカビカ光ったちょっとこう軽いゴールドではなくって、ちょっとこうマット目でアンティークっぽいゴールドがすごい素敵で、すごいブラックに映える。黒なのにすごい夏っぽくなりますね。嬉しいです、狙い通りです。さすがテーマは大人なのありがとうございます。ちょっとさっきの反動でレディーライティングを意識してコーディネートしてみました。そう、なんかこんなね、ふんわりしたスカートを履くのちょっと久々に恥ずかしい。ヘルシーにロースリーブでもいいけど、ちょっと日差しが暑いんで、平野のスリーブをなんか羽織ってもいいし、バッグにかけたりするだけでもちょっとアクセサリーっぽくて可愛いと思ってます。素敵です。ごっついサンダル合わせてるのがすごいなんか素敵、どっかに抜けば欲しい。確かに靴までレディーだとちょっと決めすぎるなんかのが、その厚底サンダルで合わせてるのがすごい、ね、っぽい感じですね、可愛い。あとはもう、うちさん大好きなニットップ、SS の時もやればいいですよね。わかる、でも
えますもんね。これ全部着用そうなんで、例えばこれを羽織るときはこの深みに開いてるパンツを前にして着ると上羽織ってもいいかなと思うんで、ちょっとそこはバランス見て。ありがとうございます。夏のブラックコレクションのアイテム、絶対なんか夏だけじゃなくて毎シーズン1年通して使えるものばっかりだなって思いながら見てて、すごい欲しくなりました私も。ありがとうございます。プロでこんなにコーディネート組めるなんて、ね、思わなかった ね, ね, ね全然雰囲気も違うし、いろんなバリエーションがなんかモノトーンなのにあるなっていうのを感じました、ね、ありがとうございました。ブラックコレクション見に行ってみてください。お待ちしてます。お待ちしてます。